PBC ニュースは英国放送協会のニュースや時事問題の収集と放送を担当する運営事業部である。同部門は世界最大の放送ニュース組織であり、毎日約120時間のラジオとテレビの出力およびオンラインのニュース報道を行っている。同サービスは世界中に250人以上の特派員を要する50の海外ニュース局を維持している。 英国放送協会は1922年11月14日に初めてのラジオ速報を放送した。1954年7月5日に最初のテレビジョンニュース速報が放送された。BBC は2004年7月5日でテレビニュースの50周年を迎えることとなった。テレビニュースはもともとニュースキャスターのナレーションとともに映像形式のニュースを送り出していたが、 スクリーン上のニュースキャスターがそのニュースから視聴者を混乱させないようテレビカメラが設置されていなかった。ニュース映画は映画及びたの公共的に増大した役目を見せるため時々使われた。それらはテレビ上ニュース映画番組を適用させた。番組のテーマ音楽やタイトルは様々だったが1993年にタイトル映像とスタジオデザインが統一。スタジオ映像は バーチャルリアリティを用いたものだった。その後、1999年に、スタジオやオープニング映像、アストンなどを含む、大規模なサイブランド化が行われた。テーマ音楽は、デビット・ローによって作曲。ローが作曲した音楽は、BBC1 のみならず、ニュース24、BBC ワールド及び BBC の国内並びに、地域ごとのローカルニュース番組上のテーマ音楽に、使用された。 ローはラジオ1のニュース番組ニュースビートの音楽にも責任を持つこととなった。以降、2015年現在においても彼の手によってテーマ音楽が編曲され続けている。1998年に BBC ラジオニュースの多くはこのビルの正面にある新しいニュースセンター、胸内の TVC にある BBC テレビニュースと統合することとなった。2013年までに すべての BBC ニュースの放送はロンドン中央部内の W ブロードキャスティングハウスへ移動することとなる。このビルは世界最大の生放送ニュースルームを持つために計画された。この新しいニュースルームはザワールズニュースルームと名付けられた。英国内外のあらゆるニュースを一箇所に集めすべてのラジオテレビのチャンネル及びオンラインに シームレスにニュースを配信できるのが特徴である。ロンドンで使用されている BBC ニュースのヘリコプター BBC ニュースのテレビニュース部門は BBC3 及び BBC4 ニュース専門の BBC ニュースチャンネル及び BBC パーラメントでニュースを配信し BBC1 及び BBC2 で主要なニュース速報の責任を負っている。c び BBC ニュース オンラインにもニュース映像を配信している。また国際的ニュース及び時事番組を BBC ワールドニュース向けに提供している。2005年11月8日に一人の編集長が1時と6時のニュースを担当した方が良いと発表した。2006年からは BBC1 で放送されている1時と6時10時のニュースをニュース24でも放送されることとなった。 2000年代後半からは、英語以外の言語によるテレビニュースの制作に力を入れている。2008年にはアラビア語、2009年にはペルシャ語によるニュースチャンネルの設立、2012年にはロシア語ニュース番組の制作を開始した。すべての BBC の地域ニュース番組の完全な一覧については、W カテゴリー BBC リージョナルニュースプログラムズ参照のこと。 BBC ラジオニュースは BBC の国内ラジオ放送局向けの速報を制作し、ジェネラルニュースサービス経由でローカル BBC ラジオ放送局向けに番組を制作している。BBC ニュースは BBC ネーションズ及びリージョンズによって制作され、BBC の地域ニュース番組を制作していない。BBC ワールドサービスは 世界の至るところ40カ国後の1億5000万人に放送を行っている。BBC ニュースオンラインは BBC のニュースウェブサイトで1997年11月に立ち上げられた。ここには毎月1500万人もの閲覧者が訪れるイギリスの中で最も人気のあるニュースウェブサイトの一つである。このウェブサイトはエンターテイメント、スポーツ、 科学および政治ニュースを範囲とした徹底的な国際的ニュースを含んでいる。多くのリポートは BBC のテレビおよびラジオニュースの音声並びにビデオが合わせて公開されている。ニュースナイトやクエスチョンタイムなどの信頼できる BBC の時事番組はテレビラジオでの放送後 BBC ニュースオンラインのサイトで視聴することができる。また、 BBC ニュースチャンネルのアイプレイヤーを通じた同時放送、ラジオで放送されたニュースをまとめた、ポッドキャスティングサービスやスマートフォン向けのアプリが提供されている。テレビやラジオの国際放送については、BBC グローバルニュース社の下で運営されているが、上述の通りニュース制作業務においては、ザワールドニュースルーム内で、国内外、放送系統、部門を問わず一体運用され、 迅速な速報や部門を横断したニュースの検証や深掘り等に対応する。BBC ニュースチャンネル及び BBC ワールドニュースの毎正時に放送されるニュース番組の開始直前にカウントダウンが流される。画面隅に時間が映し出され、カウントダウンが始まる。2007年頃のものは1分内に北京、イラク、ニューヨーク、バッキンガム宮殿、サッカースタジアムなどを回っていき、 最後に BBC 本社が映し出され、地球の絵をバックに BBC ニュース、または BBC ワールドニュースと映し出される。これは1999年に行われた BBC ニュースの再ブランド化より導入され、CGBGM どもにマイナーチェンジを繰り返しながら2015年現在でも使用されている。予報音を裏打ちしたテクノミュージック調の独特な BGM は、 話題となり、イギリスでは、CD の発売や、BBC 公式のリミックスコンテストを行うにまで、至った。カウントダウンは、BBC ニュース独特のものであり、再ブランド開雇の大きな特徴であったが、後に競合する他のニュース専門チャンネルも導入する、こととなる。スカイニュースやアブクニズ24など作曲は、導入以降一貫して、デビットローが手掛けている。ありがとうございます。